グラスワンダー6番人気です。これ以上ない仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。行われるスタート。各7つで綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは1番ダイワスターレット、第1車のダイワスターレット、落ち着かない様子。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。待機シャトル上がっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気待機シャトル1番快調に飛ばしていきます。先頭は1番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはこのブルボン。少し後ろから待機シャトルダイワスターレット、並びかけてきたオグリキャップ続いている。少し離れてグラスワンダー、後から岩早秀、一橋に離れて15番、さらに内から AM オペラ王。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。現在1番手は1番、続いてこのブルボン、一橋審査、オグリキャップ、ダイワスターレット、並びかけてきた。すぐに続いてグラスワンダー、待機シャトル、並んでくる内岩早秀、その後ろから15番、あとは3番、AM オペラ王。それを見るようにハッピーミーク、その外並んで4番、内から内から6番、一馬身離れて10番、後方2番手に16番、11番、最後方からのレースになりました。1番先頭をキープ、これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。中山の作戦は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。抜け出したのはオグリキャップ、だが後続も追いつかぬ。キャップを切った、グラスワンダー、並んできた。熾烈なデッドヒート、オグリキャップ、苦しいけど粘っている。グラスワンダー、ここで抜け出した。グラスワンダー差し切ってゴール。グラスワンダー URA ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優秀たちの頂点が誕生です。2着はオグリキャップ、3着は待機シャトル。勝利の舞です。
しまーす。どうかこれからもご指導ご鞭撻のほど。